皆様ごきげんよう。占い館ルーチェ代表の沙織です。いつも私たちの動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画なんですが、占い師になりたい方、そして占いに興味のある方必見のルノルマンカードのカードの意味を詳しく解説するという動画になっております。それでは画面を切り替えて早速解説を始めていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。今回は6番の雲のカードについての解説です。雲は空に発生し、天候に大きく影響を与えるものです。この雲は一言で言うならば、あなたの占っている状態が曇っているということです。例えば空に太陽や星、月などが出ていて晴れ渡っていたとしても、雲がかかってしまうことで全てを覆い隠してしまう。先が見えなくなり不透明になってしまい、何か始めていたこと、進めていたことが一旦ストップしてしまう、そんな状況に陥ってしまうというのがこの雲の特徴になります。ですから一言で言うならば、ネガティブなカードでもあります。これまでのことを踏まえて実際にリーディングするときは、このネガティブな感じ、曇っているという状況をイメージしてリーディングをしていきます。ですから、空を見上げた時に曇っていたらどんな気持ちになるか、パッとしないな、はっきりしないなというところから、曖昧、優柔不断などと読むこともできますし、曇っている空の色がグレーというところから、グレーゾーン。そして雲というのは感情を表しているところもとても強いカードです。ですから、心が曇っているというところから、不安や心配、マイナス思考、こじらせてしまうとメンタル面に問題を抱えているなどということも考えられます。このようにイメージを膨らませていただいて、雲のカードが出た時にはレギディングをしていただくとよろしいかと思います。ぜひご参考にしてみてくださいね。今回はここまでとなりますが、皆様カードの背景はご理解いただけましたか？今後もカード1枚1枚の背景などを詳しく解説していきたいと思います。ぜひ日々のリーディングにお役立ていただき、ルノルマンカードの世界を楽しんでいただければと思っております。ぜひまた今後もね、このように皆様が楽しんでいただける動画を、私をはじめルーチェ占い師一同頑張って作っておりますので、ぜひ高評価ボタンとフォローで温かく応援していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。YouTube 以外にも TikTok、Instagram をやっています。合わせてフォローといいねをよろしくお願いいたします。